次はですね村井勇輝くんです村井くんの村井くんの展示名は村井勇輝っていう展示ですね。<laughs> そんな展示名でいいんじゃないでしょうか。真帆久保田さんえー、っとなんて言うんでしょう外苑前って言えばいいのかな一番近いのどこなんだろうなあのあれですななな、えー、っと国立競技場のすぐ近くです新しい。あのー、それの国立競技場を見るついでに行けばいいと思います皆さん。<laughs> はいということで村井ゆうきくんですね、えー、こういう作品ですね村井ゆうきという作品なんですが絵描きです、えー、基本的にはペインターなんですねで、えー、っと元々ですね村井くんってえー、っとあ村井ゆうきでちょっと検索しようかなちょっと待ってくださいね村井くんの作品ちょっと見てみましょうか昔の出てくるかな出てくると思うんですけどね あのね、僕もねあんまりねあの結構地方での展示とかも多かったんで直接見てる作品がそんなにたくさんあるわけでもないんですけどはいじゃあちょっとねえー、っと普通にググったやつ見,見,見ましょうねえー、っとね印象的なやつをいきますえー、っとね卓球台のやつがあるんだよなあれえー、っとねあないかな卓球で調べてみようか 卓あ、これでわかるかなあ。あちっちゃあ、あ、これか。こっちの方がいいかな。これでわかりますね。はいはい、これでわかりますね。これ、これね、あの絵画ですよ、絵画ね。え、キャンバスみたいなものがキャンバスじゃないけどね、卓球台だけどねの上でピンポンをするっていうね。それによってこう絵を描くっていうことです。こういうことですね。 絵の,具絵の具がついてるわけですから。絵の具がついてて、こうピッポンポンポンってやるね、それで <laughs> 描くっていうね。めちゃくちゃ暴力的でしょねうん。そら、あとね、なんかね、絵の絵、絵、絵、画の山みたいなのを作ってね、それに登るとかいうね。絵画を踏みながらね。そういうね、なんかめちゃくちゃなね、ことをね、やってたね、やってる作家なんですね。はい。でね、僕ね、あのね、なんかね、 そんなにね、僕ね、正直言うとね、好きな作家じゃなかったのよ。もうやりすぎって感じがしたの。僕,僕も結構あの、なんだかんだで絵が好きなので、やりすぎだよっていう、もうちょっと苦しいっていうかね、あの、ペインティング、第1回ペインティング・オブ・卓球大会ってこんなのやってたんだ。YouTube にあるらしいです、これ。ね、こんなのやってたみたいですね。で僕は学生の頃だと思うけどね。えー、もうこう,いうのやってて、もうちょっとやりすぎでもう苦しいなっていうか、もう俺も絵好きだからみたいな感じになってたんですけど、でも、 でもなんかね見ちゃうんですよ。そういう作家って言いますよね。で今回ね僕村井くんなんかね抜けた気がしたんですね。でこれはねちょっとまあわからない理由わからないけどあのー、まあちょっとチャレンジでちょっと言ってみますね。はい、えっ、ー、とこれですね。はい。えっ、ー、とこういう作品なんですね。絵画はまあ、えー、2, 2枚こうペインティングがありましてこれはメインの作品ですね。で ここにですね、もう一枚絵がありますね。で、反対向きにこうついてるわけですね。で、ここに紐あるじゃないですか、紐。で、これボールがぶら下がってるんですよ。ね。で、これどうなるかっていうと、これちょっとね、えっ、ー、と、動画がありますので、動画見てみましょうね。どうでしょうね。いけるかなちょっとね、ダウンの方が、ダウンロードね、ダウンロードスピード、あ、ここ、ここ。ちょっと画像が荒くなっちゃってますけど、 こうやって引っ張って動かすっていうね、なんかよくわかんない作品なんですよ。<laughs> これは何ですかこれは。まあかなり暴力的ですよね。だからじゃあな、これまでと何が違うのっていう話になるんだけど、えー、っとね、どこから行きましょうかね。この作品、先にこの作品について話しますね。 あ、じゃあね、もう一個ね、このね、動く作品、動くっていうか引っ張る作品があって、それがですね、どれかなあれあ、俺その作品、あ、俺その作品写真撮ってないかなもしかしあ、これかんあ、あ、もう一個の作品写真撮り忘れてるわ、俺。すいません。もう一個ちょっとないな。ないんだけど、じゃあこれでいきましょう。ごめんなさいね。 これね、僕ね、何が重要だと思ったかっていうとね、あのね、ひあのね、動かすっていう時に、なんで紐にしたんだろうっていうことが、すっごい重要な気がしたのね。別に絵画を、あの、吊るとかっていうのは、まあ、あると思うんだよ。だから、あ、ただ、吊る、吊る、吊るじゃなくて、だから絵画を動かす時に、あの、 この方法よじゃない方法もたくさんあったんだけどなんでこの紐を引っ張るっていうことを選んだのかなっていうのがすごく重要な気がしたんですね。でしかもその滑車とかで水平、えー、垂直に動かすんじゃなくて水平に動かすすんですねわかります紐は垂直に動いてるけど動この張力を使ってこう動かしてるわけね。横に。横に張ってるんです。 つまり我々がやってる作業っていうのは横に小紐を張るっていうことなんですね。下に引っ張るんだけどね。実際には横にを横に動かすっていう作業なんですよ。つまりね絵画の横移動っていうことを考えるんだね横。わかる <laughs> 絵画の水平性っていうことを考えてるんですよ。ね。でそれはねすごくねなんかあの重要な気がしたんですよ。あの つ,つ,つ,つまりまあ僕が考えてるのは抽象表現主義です。だからドリップ,、まあ、ドリップする時にあれは垂直の力を使うんですね。だからドリップするでしょ落ちるでしょ重力を使うでしょなんだけど彼は聴力を使ってるのね。だからつまりねどういうことかっていうとこれはね力が釣り合ってるんですよ。作用反作用の力で力が釣り合ってる状態を彼は。 絵画に持ち込んでるわけねなんだけど普通は絵画っていうのは力がまあまあ釣り合ってると釣り合ってるっちゃ釣り合ってる、ね、釣り合ってなかったらボーンもうそのまま飛んでいっちゃうからねなんだけどあの基本的にこう塗るとかいう作業もねこう釣り合ってるっていうよりはこっちの圧力をこう押してるっていうイメージでしょこういうイメージでしょねじゃないのよね彼のこう釣り合ってるのよ。釣り 力を利用してるわけですこれはあの絵,あの絵画の概念の中になかなかなかったものだと思うんですよ僕多分。なのでななんかね新しいところに抜けたなっていう感じがしましたよねこれ。うん、で、えー、とな,んなんでそういうことができたかっていうと彼のテキストの中にあるんだけど。 まあ言ってることはね、まあな何言ってるかよく分からないか、あ <laughs> 言うとおかしいけども、あの、まあ彼独自の言葉で書いてるので、えー、ですけどね、えっ、ー、とね、まあいいや、これはまあ読んでもらおう。まあネットに載ってるからよ、ね、よよ読んでもらえればいいかなと思うんですけど、あの、彼と話してですね、あの、えっ、ー、と、彼が言ってたことはね、あの絵を描く人間と、 絵の具っていうことを考えたって言ってたんですよ。なるほどと僕も思ったんです。さっき卓球を見ましたよね。卓球。卓球台は、あれはキャンバスなんですよ。指示体なんです。だから、彼はこれまで指示体と人間の関係を考えてたはずなんです。結果的に。なんだけど、今回は絵の具と人間の問題を扱ったんですね。ですから、あのー、 彼はでですね一つ一つ進んでるんるだと思うこれまではキャンバスだったけど今度は絵の具の問題に行ったっていう感じがするんです。で絵の具の具方から人間を見て見てているるっうことなんでですね、うん、でまあこれはねあのニューマテリアリズムみたいな話になるなるんだけどちょっとそっちには僕も持っていかない持っていってもいいと思う議論をそっちに持っていってもいいと思うんだけど。あのえー、っと そうです親友異物論みたいなね。えっ、ー、と、オブジェクトオントロジカル。えオブジェクトオリエンティトオントロジーかで、えー、オブジェクトオントロあ、おおってなんて訳すんだっけものあ <laughs> い,や、まあ、い,いや、ごめん、なんて訳すか忘れちゃった。オブジェクトオリエンティトアレネ。オブジェクトオリエンティトオントロジーね。ね。なん えとオブジェクトもののおものに固有のお存在論っていうことですね。はい。えー、っていうやつですねで。の方向から考えてもいいと思うんだけど僕はねなんかねえっ、ー、とペインティングっていうものを一つ一つ分解して彼は考えてるんだなっていうふうに思ったんですね。でえっ、ー、とこう。 そうだ、ねまあ、ただね、まあ、ま,あさっきまあさっきね吊るす垂直って言ったんだけど垂直じゃなくて水平だったら垂直のまあ力も使ってるんですねこれねこれはまあ引っ張ってこうやって上げてるんだけどねまあ僕は水平の方が重要だと思ったっていうことねこういう作品は使ってないですねでこれがですねこれをちょっと見ると分かるんですけどねここれこの これね絵の具をシリコンで固めてるシリコンちょっと入れて固めてるらしいんですけど絵の具だけをねでまあこれで僕結構よくわかると思うんだけどペインティングっていいいいううももののの定義っっってててを考えななきゃいけないと思ってるんですねペインンティングってどうやって定義します皆さんこれ,これねこういうのこそねこ,うこれねニコ生とかでやってたらないんだろうなあのねあのコメントとかコメントっていうか皆さんがどう思うか聞きたくなっちゃうところですけどね えっとあの何ですかね僕はですねちょっとそれ考えてたことがあってそれなんでかというとねドローイングっていうでしょであのアーティストのドローイング点ってよくあるじゃないですかでドローイングってどっちかというとそのあいあのなんていうかなコンセプトコンセプチュアルでまあ作品メインの作品には何か切ってないけどコンセプトをちょっと書いてみたみたいなメモみたいなもんだなというイメージであって 決してドローイング、つまり鉛筆で描いたりとかそうしたものではないっていうことなんですよね。ほとんどこれペインティングじゃんっていう作品がたくさん出ているのにドローイングと呼ばれることになんかすごい違和感があって、じゃあ何なんだろうって僕考えたのね。で、と、こことがあったんですよ。で、その時にまあ考えたこと、これ仮ですよ。あの仮の考えですけど、今考えてるのは僕がね、えー、っと、 ドローイングっていうのはですね摩擦。力を使うんです摩擦あの鉛筆って摩擦でしょ摩擦で削れていくでしょで、あとね、水彩画ってありますね。水彩画っていうのは浸透力を使うんですあの。絵に染みていくんですね、水がね。で、えっと、じゃあペインティングって何かってことですよね。ペインティングは粘着力なんですよ。 僕の考えではねとりあえずよ仮よ <laughs> 仮ですよで粘着力だと思うわけ、ね、で僕はねこれをこの絵の具の塊を見た時にこれは粘着力だなと思ったわけようんだからその粘着っていうことを彼はおそらく考えてるはずでその粘着と聴力 っってていうものからを取り出すことによって絵の具の側に立とうというふうにあのしてるんじゃないかっていうのが、まあ、僕の考えなんですよね。でまあそういうふうに考えてみると面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ彼はねこれからもまだまだ変わると思うんです。というのが本当にいろんな作品作っててねなんかね,これ,ねこれもあまり見んかあんです あのすごい、これね毛、自分の毛で描いてるんですよ。ここからもう、なんかすごい、なんかもう、本当にこう、気味の悪い作品なんですけど、これ毛、毛で。毛で、えっ、ー、とねだ、誰だったかなあのね、スター・ウォーズのね、誰だったっけな ?OB1 じゃなくて、えー、スター・ウォーズのね、誰だったっけもう忘れた。でもこれ、あの、あれ持ってるでしょライトセーバー持ってるでしょね。 えっとね、これ気になるよね。スター・ウォーズの誰か。でも、スター・ウォーズなーって調べてもな、こんなもんね、山ほどキャラクターがいるから、これ困っちゃうわな。いけるかな思い出せるかなちょっとスター・ウォーズで調べてみようかな。とにかくこれね、これでもな、なんでこんなもの書いたのか、本当にわかんないですよ。 でもう一個あってねあのそのイメージがあるイメージっていうか元のネタが元ネタがあるのこれこれなんだけどこれ「プリンセス天皇」っていう作品なんですよでこれ「プリンセス天皇」って書いてあるのでここにこれがこの,この前にあるこっちかなこれ一番正面にあるこれねこれがなんかいい匂いの石鹸なんですけどこれがあの天皇さんらしいです で、なんか、まあキ、キャラクターみたいなことについて考えてるらしいんですけど、これはよくわかんないですよね。よくわかんないけど、まあ、そこで、多分回路練だったと思う。多分回路ンですね。確か。 さっきの毛はうまあまあだからこういうことをやってる作家なんでうんよくわかんないですね。たともう一個あってねこれね森山か。あこれはまあでもね結構面白いこと言ってたんだけどその田舎に住んでるらしいんですけど山に、まあ、入っていくと。でその山のまあまあ視覚が消えた時の山の触覚みたいなものを描くんだって。 で、その描くためにすごいこうドローイングとかもいっぱいするらしいんですけど、山の中に入って実際に描くっていう、描いたんだと思うんですね、これね。だから風景画なんですよね。だかでは、写生画か。っていうことなんですね。じゃ何写生してるかっていうことなんだけどね。うん。でもこ、ね、このね、このね、また筆使いもね、僕ね、すっごい独特だと思ったんですね。ペインターの筆使いじゃないような気がするんですよね、これね。うん。なので、なんていうかな、その粘着力とか、あー、張力。 釣り合った聴力作用反作用が釣り合った聴力っていうものをお新たな形でね使おうとしてるっていう作家なんだと思うんですね。ただそれだけがテーマの作家であるとも思,思,思わないのでえー、っとこれからねどんどん変わっていくでしょうね。うん、どうなるか楽しみですよね。でこういうなんか本当にね絵画,絵画っていうか、まあ、絵画ですねに直接的にチャレンジしてる作家っていうのはそんなに多くないので。 あのぜひですね、えー、っと、皆さんもですね、注目してみていただければなと、こういうふうに思いますね。はい。えー、以上ですね。まだまだ若い作家なので、ぜひ見てあげてください。はい。よいしじゃあ、映像切り替え、一度切り替えますね。はい。え、これもうね、休みの度に言うことにしました、僕はね。えー、まだね,いいね、いいねがね、えー、 えー、いいね高評価ねいいねおよび、えーえー、チャンネル登録ねぜひお願いしますねはいあのー、これもねあのもう無料でねやってますからねぜひお願いします、ね、そうじゃないとねいつかね有料化しちゃうかもしれないですからねこれねはーいやっぱりね生きるとか死ぬっていうことについてね考えなきゃいけないですよアートっていうものは